栃木県のうど農家古谷さんのお宅で2泊3日本気の嫁修行。今日は最終日、果たしてマリアは嫁として認めてもらえるのか。畑でマリーミー。相続事業承継のランドマーク税理士法人の提供でお送りします。嫁修行最後の朝、すっかり家族の食卓に溶け込んできたマリア。これですか？はい、はい、ありがとう、はい、お母さんは、はい、それです。農作業も今日で3日目。ちょっとはウドの扱いにも慣れてきたみたい。そうそうそう、バチバチリやった。オッケー、2年生な。そしていよいよお別れの時。ご飯を食べた後にお茶って言ったらスーッと立って入れてくれたっていうのは、ああそうに気を使える人だなって私は思ったんで、それは多分自分にとってすごい財産になると思うんで、入れてくれたお茶碗をプレゼントさせていただきます。それはお母さんが家族のために買い揃えていた湯飲み茶碗。お母さん、マリアのことちゃんと見ててくれたんだね。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。これからも。あれ、あれれ、お父さん。よかった。最後の一人だ、最後の一人。よかったです。お父さんがね。本当に家族の一員として受け入れてくれてたんだなと思って、もしいつか家族を持つ時はこんな風になんか愛にあふれて、みんなで何か一つ一緒に頑張れるような家族になりたいなって思いました。このうちに嫁ぎに来てよかった。来週はマチャリンが畑でマリミー。